エムバペ、メッシに入信 WWW2021 年8月にメッシがバルサからパリサンジェルマンに移籍する。メッシとエムバペ仲悪くね。 W エムバペとメッシ絶対仲悪いだろ。 W キックオフ前にネイマールとメッシが2人で会話してるのにエムバペが1人でポツンと立ってたの見るとやっぱり仲悪いんかなって思う。ネイマールとメッシがエムバペをよく思ってないのは事実よな。2023年2月19日後半アディショナルタイムにメッシの FK で劇的勝利。エムバペメッシを抱きしめてて草これ実は仲良くてメディアが仲悪く見せてる可能性ないから。エムバペめっちゃ遠くにいたのにメッシに駆け寄る。スピードボルトより速くて草。エムバペが自分のインスタに匂わせストーリーメッシとじゃれてる。エムバペこれめちゃくちゃ仲良くなってない。 W これマジでもともと仲良かったとしか考えられない。エムバペは喜怒哀楽が全て表情に出るから分かりやすいよな。この指定コンビかつてのロナウジーニョとメッシみたいで懐かしい。マルセイユ戦のメッシのゴールは二人の仲が良くないと決められない美しいゴールだった。 W バルサがネイマールの後釜にエムバペを取ろうとしてたらしい。 MSM 見たかった自分のゴール。めっちゃアシストもらってるから自然と好きになってくるだろ。王様を取られるかと思ったら最高のパス出して王様確定させてくれるから好きになったんだろうな。メッシのこと好きだと思うけど憧れのアイドルはロナウド。